今回はアウェーで鹿児島です。前半戦の最後の試合でカターレは勝てば首位になります。鹿児島までの距離になるとさすがに車で行くのはしんどいので、今回は飛行機を使います。石川県の小松空港から福岡空港まで飛びます。そして福岡から熊本まで新幹線で移動します。鹿児島へは試合当日の土曜日に入ります。試合の翌日の日曜日は熊本で熊本対岩手の試合を見ます。熊本編も後日別の動画を作りますので、そちらも合わせてご覧ください。果たしてカターレは前半戦を首位で折り返すことができるのでしょうか。鹿児島に向けて長旅の始まりです。まずは小松空港まで喧騒から出発します。さあ行くぞ。喧騒から出発します。石川県に入りました。お取りください。ゲートが開きます。ご入場ください。小松空港に着きました。これから福岡便に乗ります。フォードシェア便ってやつですね。福岡空港から2駅先の博多に向かいます。次は博多です。 JR の博多駅まで来ました。ここから新幹線に乗って熊本まで移動して今日の移動は終了です。熊本着きました。熊本駅に着きました。今日はここで一泊して明日鹿児島に向かいます。おはようございます。今日は熊本から鹿児島へ移動して試合を見るという予定だったんですけれども、熊本や鹿児島の方で大雨特別警報が出てしまっているということで九州新幹線が止まっています。さらには高速道路も一部通行止めになっているということで高速バスも止まっている状態です。九州新幹線が終日運休と出たんですけれども、天候が回復した場合は臨時便が出るということで、それにかけるしかなさそうですね。臨時便が出た時にすぐ動けるようにするために熊本駅の方でしばらく待機をしておこうと思います。熊本駅にやってきました。今は雨が止んできているんですけれども、新幹線が動くのかどうか情報を集めに行きたいと思います。今運休になってますよね。先ほど再開をしたんですけど。あ、そうなんです。2時間に1本ぐらいのこれから再開。2時間に1本。2時間に1本ペースで運転を再開したということで自由席を買いました。これに乗って鹿児島に向かいたいと思います。駅員さん、鹿児島ユナイテッドの T シャツ着てますね。熊本から新幹線に乗って鹿児島中央駅に着きました。一時は新幹線動かないかなと思ったんですけれども、無事に来ることができました。かなり大きな駅ビルですね。観覧車もドーンとあって、マグマシティと書かれてます。やはり桜島は鹿児島の象徴ってことですね。おー、すごい。市電で試合の告知がされてる。鹿児島中央駅のバス乗り場15番から乗ります。この市営バスの16の路線ですね。こちらに乗って、市民文化ホールで降りると、鴨池公園のすぐ目の前になる。目の前で降りることになります。鹿児島ホール。次は、市民文化ホール前。はい、ありがとうございました。はい、着きました。バスを降りると右側に
ドンと桜島が見えますね。木がたくさんある風景だけでも南国感が溢れてますね。失礼します。カターレ富山サポーターの皆様、行く差をじゃったもした、難しい、ご来場ありがと下げもした。今日のスタジアムグルメの一覧になっています。どれも美味しそうですね。こういう風に競馬の馬のような並べ方するのも面白いですね。鹿児島といえば黒豚ということで、黒豚ハンバーグ丼を買いたいと思います。黒豚ハンバーグ丼をください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございます。じゃあいただきます。どうぞ、はい、楽しんでください。はい、楽しみます。今日は黒豚ハンバーグ丼を買いました。黒豚で作ったハンバーグと、卵が入ってますね。美味しそうです。ではいただきます。ハンバーグと卵とご飯を一緒にいただきたいと思います。うん、いやー、美味しいですね。ハンバーグなんですけど、ガツンと肉食べたい人にはこれおすすめですね。完食しました。美味しかったです。モンカタゾーン、ノンカタゾーンって何ですか？あ、そうか、ノンカタって鹿児島弁なんですか？あ、はい、鹿児島弁なんですか？まあ、飲み会みたいな。あ、そうなるほど、みんなで楽しく飲めるゾーンだよみたいな感じなんですね。お酒バンバン飲んでください。すごい、100円で飲めるってすごいですね。じゃあ薩摩島美人のロックがいいですか？いや、もうロックでも全然。じゃあロックで、はい、どうぞ。じゃあいただきたいと思います。はい、鹿児島ユナイテッドの胸スポンサーである薩摩島美人を買いました。1杯100円です。これはいい気分で試合見れそうですね。うまい。こんにちは。はい、負けたら書かれるんですか？じゃんけんに負けたら、勝ったらプレゼントがいい。落書きされる。まあ、手の甲だから大丈夫。じゃんけんぽい。よし。落書きされてます今。はい、じゃんけんマン書かれるっていう。じゃんけんマンさんに。じゃんけんマンを書かれました。ちゃんとアルコールしてください。はい、あの消毒しときます。茅沼選手、はい、どうですかね？めちゃくちゃいいよ。めちゃくちゃいい。茅沼みんな大好きだよ。みんな大好き。実はね、スタンドの店長さんなんですけど、はい、茅沼奥さんがめっちゃ美人だよ。やっぱりね、フィジカルがね、はい、途中から出てきたら、うんうん、なんかやってくれそうってみんな期待するわけ。あ、そうなんです。途中から出てくる感じ。途中から出てきたら、なんかやってくれそう。うん、それとか、スタメンで出たら、うんうん、まあ、プレッシャーとか追いかけ走るから、見てて、なんか感動するっていうか、うんうん、お金を払っても見に来た感があるなっていうのは、茅沼。気持ちでプレーするから。なるほど。好きな選手、そうそう、みんな好きだと思う。かやかやって。あ、かやかやとみんな言うんですね。はい、じゃあ今日はその茅沼選手に点取られないようにこっちは。取ると思う。いや、恩返し団を。恩返し団。ガソリンスタンドの店長さんで、そのはい、茅沼家にいるのが結構仲いいんですよ。そうそう、ガソリン、うちのガソリンスタンドで茅沼が。あ、そうなんですね。急に来るんですよね。今度点取ったらガソリンだ、はい、ただいにしてくださいとか言うの。あれがただにしてやるかお前のために。ナンバー20サテマカリオキお疲れ様でした。2対2の引き分けという結果で終わりました。2度ビハインドを背負いながらも2度追いついて、アウェーで貴重な勝ち点1を持って帰ります。茅沼選手に恩返し弾を決められたのがちょっと悔しいですけれども、じゃあ今日はその茅沼選手に点取られないようにこっちは。カターレ戦以外では今後も頑張ってほしいなと思います。音泉選手の2点目よく決めたなと。大野選手のヘディング、そして音泉選手のちょっと触って入れたゴール、素晴らしかったです。前半戦かなりいい位置で折り返すことができるので、後半戦も頑張っていきましょう。ということで今回は以上となります。最後までご覧いただきありがとうございました。